7が5になった。正解。よし、それじゃあ早く答えてよ。三角の中に丸いくつ？3。三角の外には丸いくつ？4。全部でいくつ？8。何？7。6。全部で6かな、これ。7。7から、じゃあ一緒に数えてみよう。7。7。OK。BW の、BW の数え方。OK。7。そうだ。一緒に BW の数え方するぞ。3。はい。よかった。じゃあ難しくなるぞ。四角の外にはいくつ？3じゃない。四角の外、6。 OK、 6だ。じゃあ四角の中の丸丸丸丸丸、最後まで聞いてよ。四角の中の白い丸は3。何？白い丸は全部でいくつ？2。いやいや、全部で3。白い丸は何？山内君の声、これ何だって？そう、じゃあ行くぞ。座らせに行くぞ。白い丸数えるよ。3。はい。1、2、3、4、5、6。青い丸は全部でいくつ？1、2、3、4、5、6、7。7！ OK、行くぞ。3。はい。1、2、3、4、5、6、7。丸の中にいくつ？3じゃない、丸の中。7！ 何？7！ 6！ 丸の中全部で。何？マジョニーズ 7？ じゃあ行くよ。3。はい。1、2、3、4、5、6。正解。丸の外には6。三角の中には6。何？6。じゃあ行くよ。3。はい。1、2、3、4、5、6。三角の外の白い丸4。何？4。三角の外の赤い丸三角の外の緑の丸3。三角の外にはいくつある？11。誰も11言った人、鈴木さん早い。あんたね、お金持ちになれるよ。3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。じゃあこれは難しい。丸は全部でいくつかっていうの。早い。あの人もう数えた、12って。じゃあいくよ。3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。第2問。これはたくさんあるからね。丸はいくぞ。14。和田さん早い。簡単に分かってるもん。なんでそんな簡単に分かるの、14なんて。じゃあ数えてみるか。3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。今度は難しいぞ。丸はいくぞ。16。何？16。大島君、はい、いくぞ。3。3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。第4問。もう数えたの？ほう。似てるもん。似てるもん。僕が？違う。スピッツに似てるって？うん。違う。キャンディーズ？すぐ変わってすぐ。誰に似てるって？ブラッド・ピット？え？じゃあいくよ。3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。あ、いや、ほんと一番下だった。すごい早いね。ねえ、じゃあ迷路ですよ。さあ、ここがスタートだとどっち行ったらいいか出てよ。1、2。さあ、どっち行く？3、4、5。どっち行く？6はどっち？こっち。どっち？左。6。どっち行く？上。7、8。9。下行ったらダメだよ。左。9。どっち行く？3。10、11、12。どっち行く？右。13、14、15、16。どっち行く？上。17。どっち行く？右。これ26になっちゃう。18、19、20。あ、19。どっち行く？上。20、21。どっち行く？右。22、23。どっち行く？右。
あ、22、23、下じゃない。どっち行く？下じゃない。22、23、24、ここからどっち行くのよ。左、左、右、左、右。何？右。25、そこからどっち行く？下。26、どっち行く？下。27、28、どっち行く？上。29、30、それからどっち行く？上。31、ゴール。よし、1、2、3、4、3、はい、1、2、3、4、2、4、6、8、1、1、2、2、3、3、1、1、1、2、2、3、3、4、3、2、1、4、3、2、1、じゃあ手出してごらん、数の流れ、いいね。先生がやったように手を叩く。これが難しいよ。いくよ。先生がやったように行くんだぞ。1、1、2、2、3、3。どうぞ。1、1、2、2、3、3。やったね。3、2、1、3、2、1、3、2、1。どうぞ。3、2、1、3、2、1、3、2、1。おお。どうぞ、それは。どうぞまで真似してくれたの。じゃあもっと難しいですか。1、2、2、3、3、3。1、2、2、3、3、3。1、2、2、3、3、3。どうぞ。1、2、2、3、3、3、3。1、2、2、3、3、3、3。どうぞ。はい。僕はいいんだってば。どうぞ。うるさい。5、4、3、2、1、5、4、3、2、1、5、4、3、2、1。どうぞ。2、4、6、8、10、2、4、6、8、10、2、4、6、8、10。どうぞ。2、4、6、8、10、2、4、6、8、10。じゃあこれできるか。0、5、10、15、20。0、5、10、15、20。0、5、10、15、20。どうぞ。ちょっと乱れたぞ。よく聞いてないよ。0、5、10、15、20。0、5、10、15、20。0、5、10、15、20。どうぞ。0、5、10、15、20。わかんないよ。本当？これ、はい、パッと見てわかるからいくつあるか。わからないだろ。そこでね、こういうカバーをかぶせるわけ。そうすると丸の中はね、10なのよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。20! 20! 20! 20なのよ。でね、次のもそうなの。パッと見ただけでは。20! 30! 30! 30! パッと見ただけでわからない。30! で、カバーをかぶせてみるとわかるの。30! 30! 本当？じゃあ言ってよ。10! 10! 10じゃないの。10! 10!20 20 30 30 40 50 見てるとな、分かっちゃうんだよな。これ何？じゃこれは50。みんな分かっちゃってるじゃないの。カバーで分かるもん。じゃあ大きい数の方いくよ。じゃんじゃん、7と6どっちが大きい？じゃん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 。9と10どっちが大きい？10。じゃんじゃんじゃん。13と15どっちが大きい？15。15、17、14、どっちが大きい？17。わあ、一番大きいところに行きました。今度一番小さい方行くよ。7と6、どっちが小さい？6。6と5と4、どっちが小さい？4。じゃん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 。16と18、どっちが小さい？16。わあ、小さい方来たね。小さい方来たんだ。まあね、今日ごめんね、全部できなかった。お金の勉強、また今度にしよう。やったー！やったー！やったー！こんなやろ、本当に。大丈夫お前は。山田君取ったんだからそれは高田君取っちゃいけないね。よし投げてみ。おお。よし終わります。みんな出席出してくださいよ。やったー。またそういうことやな。